山菜とってさ、例のビオトープのに水が入ってるところの沢登ってきたのね、伝って。そしたら湧き水がすごい水量だ。これだったらね、ほらほら、これよいしょよいしょ、ちょっとこの辺掃除し、まあ掃除するけど、もうちょっと軽くやってね。うん、ごめん、水ごめん、指かかってたな。よいしょ、すごい。ああ、この暗くて分かりづらいけど岩の間から出てきてるんだ、すごい。これ見やすいかな、ほらほらほらね、ほらこれこれこれ岩と岩の間ね。いやー冷たいな、湧き清水っていうそこ泥になっちゃったから、まあ掃除してもう一回取るね。ちょっとここでさ、流れをせき止めて泥を溜めれたところね、今ちょっとごめん、なまってるね。なまらないように気をつけます。流れをせき止めてたところを、ちょっとこうせき止めてた石をとつどかして、泥を出して葉っぱを丘にあげてっていう感じで掃除してみました。まあこれからまたねやっていくことになると思うんだけど、よいしょ、ここに石溜めて、ここでここの汚れをなず出しちゃうような流れね。あまりバーっていっちゃうと、こことかに溜まってたのね、この横とか、こっちもこうね泥が溜まっていたので、ここで一回止めて拡散して、ここ全体を流しちゃう、そういう流れにしました。見やすいでしょうね、ここね、ここここ岩の間からこの水量が出るんだよ、すごいよ。ああうめ、これが流れていって下流の方で分岐して、うちのビオトープ、うちっつうか俺たちのビオトープに引き込んでるという形になってるんで、いやこれもう少しここをね水辺を整備したいね。で、みたれもがここまで歩いてきやすいようにして、倒木がいっぱいあるからね、ちょっと見づらいけどこの辺りね倒木がいっぱいあるんで、あれをみんなで協力して撤去して、この通路に参拝業者の人と知り合いだから、そこからチップ、木のチップをもらって敷いて散策路を整備しましょうっていう話になってるんで、まあ、それもねやって、この水辺もみんなで使えるようにしていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。